電話は相模原市役所です。ただいま地震がありました。相模原の震度はおおむね6の模様です。皆さん慌てて外に飛び出すのは危険です。落ち着いて行動してください。防災の日の9月1日、広域避難場所に指定されているキャンプ淵野辺の跡地で、立森市長を災害対策本部長に大規模な防災訓練が行われました。市民の皆さんによる三角巾の応急手当や応急担架の作り方の訓練が行われています。医師会の先生も参加、救護所内で負傷者の処置を行っています。飲み水の確保は大切。露水器による飲料水の確保と仮排水管の工事が行われています。訓練に参加した人々の見守る中、電力施設やガス通信などの復旧作業が手際よく進められています。本部に次々と報告される復旧活動状況。生活必需品やお米などの食料が緊急輸送されています。参加された市民の皆さんに防災について普段の心構えを伺ってみましょう。あれなんですよ、大きいね、リュックサックでね、なんか用意して入れとくんです。みんな乾パンからね、お米から水からね、でやってますわ。懐中電灯、トランジスタも入れときますわ。で防空好きもね、置きますからね、逃げるときはそれをこうかぶって逃げようかと思って。一応まあ食料の多少ぐらいは蓄えてるつもりだけどね、それもなかなか確保が難しいよね。こういう帽子だとかそういう防具は玄関のところにまとめてぶる下げておいているんですけど、うちが林になってるんですね、うちの前が。だから一応そこへもしそういうことがあった場合はそこへ集合しようっていうことになってるんですけど、2階だから子どもたちの部屋にははしごを1つずつ用意してます。縄はしごっていうのかしら、避難はしご。皆さんもいざという時に落ち着いた行動が取れるように、この機会にもう一度家族の皆さんで防災についての話し合いをしてみましょう。ここは下九沢の御嶽神社です。
毎年ここで8月26日の祭礼に獅子舞が回れるんです。この獅子舞について保存会の笹野さんにお話を伺ってみたいと思います。笹野さんどうもこんにちは、よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、この下九沢の獅子舞の由来ですね、はい、それはどういうこと、ですね、はい、歴史上におきましてはですね、はい、文政4年の8月に、榎本十三が獅子世話人小川忠三郎以下5名の者にですね、伝授書の写しを与えて始まったとされています。ああそうなんですか。あとその舞い方ですね、どういう舞い方を。そうですね、舞い方としましてはですね、はい、下九沢の姉妹は各ベールに属しておりまして、一人立ち三頭獅子と言われております。三頭獅子、それでですね、玉獅子、剣獅子、巻獅子と、オスが2匹と、メスが1匹と、それからあと岡崎と言いまして、同系役ですね、それが混ざって踊ると、三角になって踊ると、その中へ岡崎が入って、踊ると、こういうわけなんでございます。そうなんですか、はい、すいません、はい、ちょっとお忙しいとこお邪魔します、はい、これは剣妻です。あ、はい、そうですか。もうどのぐらい なってらっしゃるんですか。僕は12年目。あ、そんなに。なんか、思い出話みたいなのありますか。たまにね、間違うことあるんでしょ。あ、どっち行ったでしょ、こと、どうやって。だからほら、笛と歌と太鼓が一緒にならないと、一つの踊りになっていかないからね、でも見てる方は分かんないですよね。いや、だけどやっぱし見てる人が分からなくても自分たちはほら、やってるからさ、あ、間違ったなって、練習なんかはね、どういう時にやられるんですか。練習はね、祭りのやっぱり1週間前頃から、ぼちぼちと。それまではずっとやんないで。中間でどっか出かけの時ね、たまにやりますけど。あ、そうですか。今日も頑張ってください、はい、お願いします。午後3時クラブを出発した行列は、上りを先頭に万道、花笠、舞台衆、赤前星、竹のささらを持った鬼面の岡崎、剣獅子、玉獅子、巻獅子と続き、笛吹きが大林、道笛を吹きながら神社まで行進します。しめ縄が張られた土俵の森綱を岡崎が蹴散らし、舞が始まります。昔から農民の心の支えであり、唯一の娯楽でもあった獅子舞。ふるさと相模原に伝わるこの民俗芸能は、大島や田名にも伝えられています。積極的な社会参加は健康が第一と、車椅子友の会では有志を集めて車椅子のバスケットボールチームを今年の1月に作りました。今日はその練習日なんです。それではね、ちょっと中に入ってその練習風景を覗いてみましょう。それではこのチームのリーダーの船田さんにお話を伺ってみましょう。船田さん、こんにちは。こんにちは。早速なんですけれどもね、はい、このチームを作ったきっかけみたいなことはどういうことなんですか。はい、それは私たちも昭和39年にですね、パラリンピック出まして、それから東京のチームでやってまして、それから神奈川でまたやりまして、でだんだん地域は小さくなってきましてですね、
で今度相模原でもメンバーがある程度揃いましたんでね、やっと作ることができたんですよ。あ、今何人ぐらいいらっしゃるんですか？今14名ぐらいいます。あ、そうですか。現在はどういう活動をなさってらっしゃるんですか？現在はですね、月に、まあ、2回ぐらいしかできないんですけど、みんな働いてますからね、練習を。じゃあ将来の抱負なんかを一言。全日本車椅子バスケット連盟に加入してですね、はい、若い人たちにこれからどんどん頑張ってほしいと思いましてですね。すみません、お休みのところすみません、はい、どうですか今日の調子は？いいですよ基礎的なことはある程度できてるんですけどね。そうですね、うん、ただね、体力的にやっぱり少し落ちてるからスピードがこう若い人になかなかついていけないっていうね。そんなことない、そういうあれがありますね。初めてですか？いや、かこのチーム入ってまだ2月からだからね、ここ、それまでそうだね、もう40年頃からやってる。鹿児島で国体あった時に、一応神奈川でこの中からもだいぶ 2,3 人出てるんですけども、一応3位になったことなんか、わ、すごいですね、思い出に残ってますけども。それではお手伝いのボランティアの方にお話を伺ってみます。よく入るんですよね。いや、なかなか入らないんですよ、これそういうのどっちかというとこう周りのね、こうみんなでこう和気あいあいになってきたっていう、その雰囲気がとてもいいんですよね。スポーツを通じて仲間づくりをと結成された車いすバスケットチーム相模愛好。8試合を目指してみんな猛練習をしています。この車いすバスケットチームに参加されたい方はどうぞボランティアセンターまでお問い合わせください。大沢中学校3年の浜田博美です。これから大沢中学校の図書館活動をご紹介します。各クラスには2名の図書委員がいて、毎日の貸し出しを中心に調査統計活動、昼の放送としてライブラリーアワー、図書館だより出版活動などを行っています。また図書室には必読図書コーナーや福祉図書コーナーが置いてあって、本を借りる目安になっています。それから今年度から各クラスに学級文庫を設置しました。何の本借りたんですか？謎のギアマンからくりっていう本です。 SF なんかよく読むんですか？推理小説が、好きで。普段本はよく読むんですか？割と暇な時間を見つけて、好きな紹介された本をよく読んでます。普段本はよく読みますか？はい、童話なんかがよく好きでよく読んでいます。今まで読んだ本で何か面白い本ありますか？ギリシャ神話なんか私好きだからよく読むんです。各クラスの調査統計活動を行っているところです。これは図書館がどのくらい利用されているかということで、利用度をグラフにし貼り出しています。3年6組ですね。多く読んでる人は何冊ぐらい読んでますか？八代健司君の50冊です。2年9組ですね。多く読んでる人は何冊ぐらい読んでますか？48冊読んでます。クラスではどのくらいみんなが読んでますか？個人差がありますけど、大体平均10冊ぐらいは読んでると思います。次は1年10組です。一番多く読んでる人は何冊ぐらいですか？72冊読んでます。その人はよく図書室に来てるみたいですか？多分毎日来てると思います。本に多く接してもらうために図書館では各学級に本を貸し出しています。これが学級文庫です。学級文庫は月1回各クラスを巡回しています。ここは図書館だよりの編集会議をしているところです。
図書館だよりの活動状況はどうですか？はい、月1回にザラシ1枚みたいなものを出しているんです。どんな内容ですか？毎月特集を組んで、本やなんかを紹介しているんです。ここは出版活動のための会議をしているところです。出版活動とはどういうことをやるんですか？校内で個人的に詩なんかを書いて、貯めてる人の詩をそのまま埋もれさせないで、本にしてみんなに読んでもらうっていう活動です。今日はお忙しいところどうもありがとうございます。これはライブラリーアワーの収録をしているところです。ライブラリーアワーとは先生の本に関するインタビュー、詩の朗読、図書館からのお知らせなどを主に放送しています。大沢中学校ではこれらの活動を通し、一人でも多くの人に本に接してもらえるように努めています。スポーツの秋竹縄、相模原市内に建設が進められているスポーツ施設をご紹介しましょう。11月22日オープンを目指して浅溝台に建設中の総合体育館、ただいま利用の申し込みを受け付けています。昨年に引き続き整備を進めている横浜水道ジョギングコース、本年度は国道129号から田名中学校まで2350メートルが11月オープンを目指しています。ナイター設備や観覧席などを備えた横山公園野球場、来年4月オープンを目指して工事が進められています。こうした施設は市民の皆さんにスポーツに親しんでもらうためのものなんです。大いに利用してください。